前回の動画では日本の国歌君が代を演奏しましたが、今回はインドの国歌ジャナガナマナという曲を練習しました。この曲の作詞作曲者は1913年にアジア人として初めてノーベル文学賞を受賞したインドで最も尊敬されている詩人であり思想家でもあるラビンドラナート・タゴールです。タゴールはバングラディッシュと国境を接するインド西側地方にあるベンガル州で生まれたベンガル人です。タゴールはインドだけではなく隣国のバングラディッシュの国歌も作詞しています。インド国歌の題名であるジャナガナマナを日本語訳にすると、すべての人々の心という意味になります。歌詞を聞いていくと、途中パンジャブ、シンドゥ、グジャラート、そしてヒマラヤ、ガンガなどというインドの東から西、北から南までの地名や民族、山脈や川などを表す名前が歌われていきます。インドでは広大な大地に異なる民族や言語、宗教の人々が共に暮らしています。まさにインドならではの全ての人々の心と心をつないでいく歌と言えるでしょう。そしてもう一つ興味深いのは、あなたは全ての人々の心の支配者ですという歌詞から始まるところです。そのあなたとは一体誰なのでしょうか。そのあなたとは特定の神や人物ではなく、全てを超越したものとして書かれたとされています。これはインド思想、ヨガ哲学にもつながる宇宙の究極の存在、ブラフマン、ボンガ一如、意識、本質のことを指し示しているのでしょう。インド思想家でもあったタゴールがこの歌に込めたインド思想、哲学、そして波打つような曲の躍動感やダイナミックさは、インドならではの独特の面白さを感じさせてくれます。Thank you.